ったく、だりーな。いらっしゃいませ。翔太郎はいるか？お客さん、知り合いかい？誰でもいいやつの質問ならどうでもいいよね。いらっしゃいませ。翔太郎。お客さん、知り合いかい？そうかい。そうだな、一つゲームをしよう。うちで一番高いものを当ててみな。で直してきな。いらっしゃいませ。翔太。お客さん、知り合いかい？そうかい。そうだな、一つゲームをしよう。ふっ。いらっしゃいませ。翔。お客さん、知り合いかい？そうかい。そうだな、一つゲームをしよう。うちで一番高いものを当て。わかりやすい質問だな。もう、わかりやすい質問だったか。そうだよな。気に入ったぜ。教えてやるよ。翔太郎ならもういないよ。3ヶ月くらい前からスターダストって店だ。この町一のホストになるんだと。翔太って名前でいるはずですよ。桐生さん、いらっしゃいませ。お一人ですか？いや、翔太ってのは来てるか？ええ、翔太なら。あそこにいるのがそうです。あ、ちょっと伊達さんか？さや。お父さん。お客さん、困ります。どけ。翔太、大丈夫？さや、お前こんなとこで。こんなとこで何よ、今さら父親面。今日だって約束すっぽかしたくせに。それはお父さんはいっつもそう。会ったって何も言ってくれないし、つまらなそうにして。そのくせこんな時だけ父親ぶる。
さや。帰るね。さやちゃん。その子から手離せ。ああ、この女はな、うちの会社に借金があんだよ。関係ねえから引っ込んだろ。借金？ああ、この女、ホストクラブ通い詰めて借金まみれよ。借りた金返さないって言うから体で稼いでもらおうってわけ。今度ビデオでデビューすっからよ。おっさんも買ってくれや。やろう。お父さん。キリュウ、お前てめえら覚悟はできてんだろうな。伊達さん、話は後にしようぜ。あの子の父親だ。お前らのボスと話をさせろ。
遅いっすね、伊達さん。一人で行っちゃったけど、大丈夫ですかね。ちょっと気がかりですね。何がだ。翔太のことです。売り上げもいいし礼儀も正しいんですが、なんか悪い連中とつるんでよく遊んでるんです。変なことに巻き込まれてないといいんですが。すみません桐生さん、ちょっと店を開けてる最中にこんなことになるなんて。いや、いいんだ。それより伊達さんが心配だ。まさかさやちゃんが店にツケがあるなんて。翔太のバンスもそれが理由だったんですね。バンス？ああ、ホストが店に金借りることです。自分のお客さんが払えなくなった分を自分で立て替えるんです。回収はホスト自身がします。じゃあ翔太ってやつはその借りを返すために。いや、ちょっと考えづらいですね。うちの店はバンスに金利も期限も特にないですから。翔太はどうしたんだ。今日は早番だったんでもう上がりましたよ。桐生さん、翔太が言ったの。町金から借りた店のツケすぐ返さないとまずいから、どうにかして金作れって。いつからそんなことを。本当は初めてだったの。でも来週までにお金を用意できなかったら翔太殺されるかもって言うから。てめえの命惜しくて自分の女に何とかしろってのか。本当にお前を大事にしてるならそんなこと言えるわけがない。でも私には翔太しかいないから。伊達さんならお前を守ろうとする。自分がどんな目に遭わされようともな、お前のことを一番大事に思ってるのは翔太じゃない、伊達さんだ。ねえ桐生さん、私お父さんが心配。その町金の場所わかるか。ピンク通りの花形ビル、そこがあいつらの事務所なの。行くぞさや、お前も一緒に来るんだ。桐生さんってお父さんとどういう関係なの？ん？まあ仕事関係で世話になったことがあってな。やっぱりそうじゃないかと思う。ああ、とりあえずてめえ殴る。目障りだ。ふっふっうん。
信じられねえ強さだ。なんか来たよ。足くせえんだよ。後悔する。ねえ、あんた、さやの親父さんなら金払ってよ。そしたらビデオの話は忘れてやるよ。いくらなんだ。店のツケが20、俺が立て替えたから利子と合わせて400。翔太さ、うちの系列で金借りたのよ。その利子が乗っかってんだよ。バカな。払えないんだったらさやちゃん、しょうがないでしょ。ん、うん、おい翔太、何やってんだ。こいつサツか。へえ、4か。丸棒じゃねえか。マジか、やべえじゃねえかよ。まあ待てよ、お父さんさ、丸棒だったら押収した拳銃とか山ほどあんだろ。何？そいつを回してくれたらサヤの借金チャラにしてやるよ。どうだ、いい話だろ。話にならねえよ。強がってんじゃねえよ翔太。なんで？薄情な親父だね、あんた。娘大事じゃないの？大事だ、大事に決まってんだろ。サヤには指ボン触れさせねえ。だったら要求を飲めよ。俺はサヤの父親だ。だが警察官だ。お前らの要求は飲めねえ。じゃあサヤはどうなってもいいんだな。ああ、あんたはサヤより仕事を取ったんだな。殺せよ。なんだと？殺せって言ったんだ。ここで俺が死ねばさすがにお前らでも逃げきれないだろう。日本の警察は甘くねえんだよ。それにさやはきっと俺の友達が守ってくれる。じゃあ望み通りにしてやるよ。別に俺らは殺なんか怖くねえ。鼻から失うものなんてねえんだよ。お父さん。なんだてめえ。あんた初めからグルだったわけだ。腐ってるぜお前ら。一緒にぶっ殺してやる。どうした、キリュウ。
20が400だって冗談にしても笑いやしねえな。いえ証文出せよ。借りができたな、キリュウ。いや。お父さん。普通の女子高生なんだな、そうしてると。やだ、ジロジロ見ないでよ。お父さん。さや、俺はダメな親父だ。10年前お母さんとお前から逃げ出した。だからお前に何も言えた義理じゃないと分かってる。でもな、それでも一つだけ約束してくれないか。自分をもっと大切にしてくれ。サエが幸せになるためにもっと自分自身を愛してくれ。それでもお前が苦しんだり危ない目にあったら俺は守ってやる。守ってやるから。分かった、分かったから泣かないでよ。おはよう、伊達君。課長、何か。ああ、ちょっと話がね。何のお話でしょうか。10年前、君は独断である事件の捜査を進め、その後のキャリアを滞らせた。二度目がないことは分かっているね。ええ、まあ。単刀直入に言おう。今君が調べていることからすぐに手を引くんだ。どの件でしょう。交渉の余地はないんだよ、伊達君。今すぐ手を引きなさい。話は以上だ。失礼します。おい伊達君。今のが伊達刑事かね。はい。どうだ須藤君。誘拐犯なんですね、伊達さんと一緒にいるのは。そうだ。依頼主は明かせないが捜索願いが出ている。上から直接頼まれた異例の任務だが、一課で引き受けてもらえないか。わかりました。その様子じゃ柏木に泣くまで怒られたって感じやな。島野のおじき、聞いたで。おどれの子分に手合いとるようやの、錦山。せっかく風間のおやさんにいろいろと便宜を図ってもらったってのに、俺が不甲斐ないせいで。やっぱりわしが思ってた通りや。風間っちゅう男もえげつないことをやりよるの。どういうことです。本気でお前を大事に育てる気やろうや。やったらそんな連中選ぶはずないやろ。まあ嫌な思い散々させてお前が値上げるのを待っとるんやろな。そんな。これだけは覚えとけ。風間はな、キリュウに組を持たせたいだけや。キリュウのやったことは絶対許されへん。せやけどな、
皮肉なもんやが、キリュウの評判はすこぶれえで。まあ、大物やったちゅうのは、それなりの貫禄がつくもんや。シャバに出たときは、もうお前には手の届かんところにおるやろな。親殺しの下道でも、貫禄さえつきゃそれなりに上になれるんがわしらの世界や。ひょっとすると目障りなくらいでかい組こしらえるかもしれん。でも柏木さんは桐生が出てきたら俺の組で面倒見てやれって。どやこ、目覚ませ。面倒見られんのはお前の方や。まあでもそん時は桐生もやりづらいやろうからの。お前の扱いには困るはずや。人も殺せんガキが無理しても先はあらへん。仇にでもなれや。おい、キリュウ、こいつを見てくれ。これは今朝、東京湾に上がった女の水死体だ。この入れ墨、死因は頭部挫傷及び出血多量によるショック死。死体はコンクリートの重しをつけられて沈んでいた。かなりの拷問を受けている。水木なのか。何とも言えんが、ただこの入れ墨、水木の入れてた模様と一緒なんじゃないのか。これはどうした。この辺りよく見てくれ。小さく歌って文字が見えないか。ああ、こいつは二代目歌彫りの仕事だ。この彫り師は必ずどこかに自分の銘を入れるんだ。じゃあこの死体の入れ墨もその彫り師が。ああ、俺の背中も彫ってくれた。千両通りとピンク通りの間の龍神会館にいるはずだ。写真の女が水木なら遥には酷だ。あいつには伏せておく。ああ、ちょっと出てくる。いってらっしゃい。伊達さん、俺の事件のせいで四課に飛ばされたって言ったよな。ちょっとそこの前。いらっしゃいませ。Run!
いらっしゃいませ。ありがとうございます。はい。いえ。今日休みなの？